さあ引き続きデトロイトの続きやっていきましょう。前回はねジェリコを爆破して、まあ一応カーラとアリスおよびマーカスとノースあたりは生き残ったんだけど、ルーサーは見殺しにしました。足手まといだったんだね。これはどうすればいいんだろう。カールに会う。カールに会うか。だからカールってあのこれカールおじさんでしょ。え？こいつ死んでねえの？俺なんかさ、カールの息子殺したと思ってたんだけど、こいつ死んでねえの？マジかよ。殺し損ねたー。せっかく俺がさ、あれしたのにな。覚醒する、きっかけをくれた息子だったのにな。殺し損ねてんのかよ。なんだ、あいつ意識失ってただけかよ。なんだよ、チキショー。誰だ？どうやって入った？新しいアンドロイドか。カールに会わせてくれ。カール様には会えない。帰ってくれ。よし、とりあえずこいつも変異させよう。やるんですね。はい。頼む。どうしても会いたいんだ。おじさんに会いたいんすよ、僕。弱っているんだ。会っても話ができるか。嘘。マジで？まあ、もともとすげえ弱ってたからな。だって俺お風呂入れてあげてたんだぜ。お風呂に俺がお風呂に入れて差し上げてたわけですから。マジ弱ってんじゃん、おじさん。カール、マーカス、喋るのかい。来てくれたのか。普通に喋れんじゃん。ずっとあなたに会いたくて。どんなに会いたかったか。どうした、マーカス。諦め、宿命、戸惑い、厳しい現実。いやおじさん、現実厳しいね。どうすればいいかわからないんです。このままだと何をしてももう流血を避けることはできない。世界は恐怖に支配されている。他者への恐怖、未来への恐怖、私のように老いてしまった。もう長くは持たない。やべな、哲学始まった。哲学始まっちゃった。助言、決断、怒り。おい、ちょっとおじさん、助言くれや。どうしたらいいんです。仲間が殺されているんですよ。でも僕は暴力など望んでいない。でもそれじゃ他に一体どうしろと。生きるとは選択することだ。相手を愛すのか憎むのか、手を差し出すのか、その拳を握りしめるのか、簡単に答えが出せることではないんだよ。ありのままの世界を受け入れられないなら、自分で戦って変えるしかない。戦えと。人類と戦ってもいいと。そう言ってるんですか。お前は私の息子だ。血の色が違ったとしてもお前は私の意志を受け継いでいる。たとえ世界が闇に包まれたとしても闇から救い出す者たちが現れる。お前もその一人だ。闇に立ち向かえ。だが決して飲み込まれてはならん。全然なんか哲学的すぎて頭に全く入ってこんかった、この人の話。
哲学的すぎて、とりあえず戦えってことだろ。とりあえず人類と戦っていいんだな、おじさん。でここがきっとまあジェリコが爆発されて、で生き残ったアンドロイドたちがおそらくまあ集ってるまあ場所ということなんでしょうね。で起爆装置を持っている。まだ迷ってんのかお前は。もう戦う時だぞ、そろそろ。人間どもに制裁を加える時だ。マーカス、立ち上がれ。何をすればよろしい。仲間に語りかけるカーラに謝罪するコナンの運命を決める。あー、なるほどね。カーラに謝罪する。とりあえずこれはノースちゃんですね。ノースちゃん、ノースちゃん、よかった、生きてて。傷大丈夫？システムの状態は平気。弾は部品に当たらなくて。よかった。私のせいで死んでいたかもしれないのよ。まあな、仲間のことを考えて。いや、お前のために行動したんだよ。お願いだから感謝せえ。状況、奴らは可能な限りのリスクを避けるためにアンドロイドを集めて収容所に連れて行ってる。駆除すると言って。感謝せえや、お前。数時間もすれば俺たちだけになる。お、俺たちだけになる。危険な言葉ですね。一発言っときます。とりあえず何人生き延びたんだ。数百人、あとはみんな町中に隠れてる。なるほどね。爆破してなかったらみんな死んでいたわ。数時間で決着がつく。世界が変わるの。じゃなきゃ私たちが滅ぶか。マーカス、あなたが決めるの。いや、もう立ち上がるしかない。どんな選択をしようとついていくわ。愛してるわ。いや、お、僕もです。僕もです。さあ接続して、とりあえずさ、まずその世界が終わる前にそのまあ、とりあえず一晩共にするってのはどうだい、ノースちゃん。一回ワンチャンスどう。ワンナイトあり。それありよりのありじゃない。んでマーカス、チキンかよ。あ、でもノースとりあえず信頼度上がったぞ。あとは俺たちといれば安全だと思ってた。間違ってたよ。街を出るんだ、まだ間に合う。アリスをここから連れ出せればそれでいい。うん、最終バスに乗る。そう、まずバスに乗らないと。パスポートくれ。パスポートをよこせ今すぐに。え、マーカス、シカト、みんなを救って。お前に言われなくてもやるぜみたいな顔でしょそれ。お前に言われんでもやるぜみたいな、余計なお世話だみたいな顔ね。はいはい。カーラと話したコナーの運命を決める。コナーどこ。コナー、ああ向こうの人だ。これかコナー。あ、こいつだなコナー。僕のせいで人間にジェリコの。そうだぞ、元はといえばお前のせいだぞ。生かしておけんな。利用されてると気づかずに。こいつはもう永遠に仲間なんだから。すまなかったマーカス、僕を信用できなくても無理はない。殺すとか選択肢あんの。いやでもさすがに殺すのはかわいそうだよね。仲間でしょ今や。いや許すよ俺は。心が広い人間だからな。お前だって許してやろう。君はもう仲間だ。ここが君の帰るべき場所だよ。サイバーライフの倉庫に何千ものアンドロイドがいる。お、
目覚めさせて仲間にできれば戦況を変えられ。あ、マジで？まさかサイバーライフタワーに行くつもりか？コナン、自殺行為だ。信用されてる。入れてくれるさ。あ、なるほどね。そこに侵入できるのは僕だけ。そっかそっかそっか。行けば間違いなく殺されるぞ。そうかもしれないな。でも統計的に予想外の出来事が起こる可能性は残されてる。なるほどね。行ってこい。気をつけろよ。俺の役に立て、コナン。お前勝ってんだぞ。失敗するんじゃないでしょ。失敗して帰ってきたら殺す。まあ、失敗して帰ってきたら多分死んでんだろうが、おそらく。さあ、とりあえず激怒してるジョシュさんにちょっとお話をお伺いしましょうか。激怒しますかね、この人ね。お前は俺を救った。あ、え、あれ？お前のおかげで自由になれるかもしれない。あれ、もう怒ってない。意見が合わない時もあったけれど。ああ、そうですね。意見合わなすぎましたね。目標はきっと同じだろう。果たしてそうかな。俺はお前についていくつもりだ。え、大丈夫？全員殺すけど。人間全員殺すっていう作戦だけど大丈夫？皆殺しっていう作戦だけど。何も言わねえんかーい。寡黙な男演出してんじゃねえぞ。仲間に自分の決断を伝える。なるほど。話す。人間は我々アンドロイド。さあ、絶滅させる。お得意の演説始まりました。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。決断の時が来た。我々種族の未来を決める決断。収容所を攻撃しアンドロイドを解放する。でも平和的な行進を行い政府に圧力をかける。今さら聞くまでもないですよね、皆さん。もちろんそう。収容所を攻撃してアンドロイドを解放する、それが俺たちのやり方だ。人間が戦争を望むなら受けてやるさ。よし。自由のために戦い。やべ、また女子の死なさあった。死んだとしてもみんな覚悟はできているか。行こうぜ。よし、ジェリコの指揮上がった。人間どもぶち殺してくれる。このヒーローについてこい。みんな、今朝6時全米で外出禁止令が発令されました。これは誰だ？大統領か？防衛長官か？集会の自由を一時的に規制し、いかなる電子通信も制限するものとし、またアメリカ合衆国治安当局の権限を強化するものとします。これらの措置に加えて、すべてのアンドロイドを速やかに当局に受け渡すよう国民の皆さんにお願いします。現在すべての主要都市にコールセンターを設置し、破壊処理を行っていますが、事態が収まるまでの間、一般市民は当局に協力するようお願いします。国民の皆さん、我が国と皆さんの安全は必ずや我々が守ると約束しますので、ご安心ください。大統領閣下。大統領か、こいつ。大統領女性なんだな。変異体のリーダー。変異体の指導者は捕まりましたか？マーカスという名で知られる変異体の居場所は未だ不明ですが、すぐに突き止めて破壊するとお約束します。いや、そうはさせないぜ。盗まれた兵器はどうなった？現在何も情報はあり。嘘つけ。もみ消すんじゃねえ、大統領。アンドロイドが原子力発電所や軍事基地の IT システムにハッキングできるという噂は本当ですか？機密機関のアンドロイドは全て即刻廃棄し、ハッキングのリスクを回避するため一時的に全ての IT システムを停止しました。事態は収束に向かっています。あの大統領閣下。なんか大統領めっちゃなんか熟女好きが好きそうな、なんか見た目してるわ。大統領。変異体、知的生命体サイバーライフ。大統領閣下、アンドロイドを新たな知的生命体と信じる人もいますが、それについては？馬鹿げた考えです。大統領は相当否定的な。次の質問をどうぞ。
感じなのかな。変異体とは、多数の変異体が現在も逃亡中との噂ですが、それについてはまだ確認中ですが、事実だとしても必ずや変異体を取り押さえ廃棄すると。大統領相当強硬な姿勢ですね。これで終わります。了解しました。大統領も敵だ。大統領を殺せ。データとサイバーライフ、これがあれか、アンドロイドがなんか収容されてるっていう倉庫が、これは名探偵コナーかな、おそらく。コナーモデル313-248-317、許可は取ってる。 ID 認証が完了しました。よしよし。なんか余裕じゃない？潜入できそう。結構余裕で潜入できそう。なんだよ、なんかもっとなんかここでなんかいざこざがあるかと思ってたのに、期待してたのによ。なんもねえのかや、ぬるげえやな。おっと、なんかそびえ立つなんか2038年でいうとこのスカイツリーみたいなのがあるぞ。なんだこのスカイツリーがあるか、サイバーライフのアンドロイドがいっぱいなんか収容されてるってとこが。よし、コナーとりあえず潜入して全員解放しよう。てか裏切ったっていう情報はさ、なんか向こうのそのアンドロイドサイドに全く伝わってないわけ。変異体かどうかとか別になんか全然いいの、大丈夫なのコナーって。ついてこい、連れてってやる。どうも。でも一人で行きます。そうか、だが命令なんでね。めんどくせえな、こいつ一発行かな、やっちまわないとダメか。じゃあ一人で行きたかったんだけどね。一人が好きなタイプ、一人何でも一人でできるタイプ。一人で焼肉も行けるし、一人でカラオケも行けるし、一人でやめとこう。これは今ちょっとコンプライアンス引っかかる。よし、なんか全然余裕じゃない。なんか特になんか何もなんだろうな、怪しまれることもないし、全然余裕だけど。なにこれ、でかっ。アンドロイドが収容はされていますね、だいぶね。捜査官54-31階へ。これはこのなんか武装してる人たちは全員人間だよね、多分ね。人類、まあ、敵エネミーですよね。31階に着く前にエレベーターを止める、ガードを無力化する。はあ、なるほどね。どうすればいいの、予測。これをこう言って、こう言って、あ、撃たれる、シミュレーションの結果失敗していく、こう言ってからの、こっち行って、こう言って、で、パン、OK、実行しまーす。はい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 。あーい、やばい。よし、なんかギリ押せたな。顔涼し。エレベーターの行き先を変える。オッケー。 ID と行き先を提示してください。捜査官54の声で。捜査官54、49階へ。正門認証を完了。アクセスを許可します。ウェーゲイ。これでおそらくアンドロイドが解放されるでしょうね。バスは20分後に出る。あまり時間がないわ、急がないと。最終バス発車まで20分。 OK、 じゃとりあえず最終バッシュ、バッシュで
最終バスまで頑張ろう。大丈夫？カーラ、すごく寒い。お前アンドロイドだろ？寒いとか絶対嘘だろ。機能オフにする、そのままにする。あ、機能オフとかあるんだ。そういうことか。なるほどね。だからその機能がオンになったから寒いとか暑いとか言ってたの？ほら、これで平気。おめアンドロイドなんだから寒いとか暑いとか関係ねえだろうがよ。ありがとう。よし。行くぞ。バス停はどこだ？え、なんか献上ってっけど。あー、これアンドロイドが殺戮されてるみたいな、そういうやつですよね多分ね。これ今街中なんかあれですよ、ポリスメンが動き回ってあれしてるらしいっすよ。アンドロイド殺して回ってるらしいっすよ。世も末だな。まずいんじゃねえか。その G はとりあえずゲットしとこう。よし、ほらもう行きましょう。え、やばいんじゃない？そんなバス停までたどり着けるの俺。うわー、完全に殺されとるわ。いや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 、行かないとバスに乗り遅れるわ。マジでそのどうでもいいアンドロイドは全員見捨てるよ、さすがに。離れないで、見つからないように通り抜けていきましょう。そうですね、そうしよう、そうしましょう。心配しないで、うまくいく。大丈夫、ヒットマンでストレスステルスゲーの能力はだいぶ鍛えてきたから。兵士に見つからずに進む、隠れる。なるほどなるほどなるほど。こうやって隠れて、隠れて、隠れて進むみたいな、そういうことね。はいはい、オッケーオッケー、了解了解。こういうのは得意、こういうのは得意中の得意。よし、オッケー、よしよしよし、いいぞいいぞいいぞ、今いい感じで。今度はそこに行くのね。誰も見てないね。はい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 、オッケー。あそこ見て、ジェリーさんだよ。ジェリーさん誰？助けるのは無理よ。ジェリーさんって誰？兵士がたくさんいる。ガチで誰？置いてくなんてダメ。いや、ジェリーさんマジで知らん。いや、無理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 、ジェリーさんが助けないよ。だって誰か知らないもん、ジェリーを救う。いやいやいや、そのまま行く、そのまま行く、もちろん。ごめんね、アリス。でもどうしようもないの。ジェリーさんとかマジ誰だよ。ビーンズかな。さよならビーンズ。さあ、もう行かないと。あ、おい。いやー、アリスの信頼下がっちゃった。私は人間だ。家に帰らせてくれ。妻が待っているんだよ。それに市民全員チェックしろってよ。これは今出たらやばいよね多分ね。そんな、え、アンドロイドなの？やめてくれ。うっそ。うわー、クソアンドロイド、クソアンドロイドとか言われてるけど、まずいですね。これはもう行っていい感じですかね。よしよし、今のところいい感じだぞ。何してる何してる、バカタレ。あっぶねー、バカタレかよお前。うーわー、残酷ー残酷ー。ちっちゃいことは気にすんな、それ若ちこ若ちこー。そういうノリではないですよね。すいませんでした。あいつ見てない状態の時に行かないとまずいよな。ちょっと今こっち見てるような、完全にこれ今行ったら絶対バレんだろこれ。落ち着け、よし今だ、行け。よし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 、いいぞいいぞいいぞ、うまいうまい、さすがステルスゲーは任してくれ。まあステルスゲーでステルスしてねえのが俺なんだけども、いつも。またこっち見てるから、ちょっとここ今は行っちゃダメ、今は行っちゃダメ、今行っちゃダメ、絶対に。オッケー、今ここは。よっしゃ完璧や、完璧やった。
え、またなんかいんの？え、そこってこと？そこがあれ？検問所？バス停みたいなところ？パスポートはあるけど、何が起こるかわからない。別の道はないの？ねえよ、そんなもん。迂回できるけど、乗り遅れる。でもそっちの方が安全かも。経路を選ぶ。検問所。いや、検問所危険だよな、でも。正直。バス発車まで12分。ちょっと一回迂回してみる？ 1.7 キロ。11分。結構かかるな。ちょっと一回迂回してみようか。だいぶ急ぐ感じになるけども。頑張ろう、頑張ろう。今日さあ、打って変わって任せん。11日、我らアンドロイドは迫害者に反旗を翻す。明け方から収容所で解放戦線を展開してきた。平等な権利の交渉が開始されるまで攻撃の手を緩めるつもりは一切ない。自由を勝ち取るためならば我らは手段を選ばない。世論の印象だだ下がってっけどね。正直うまくいく気配ゼロですけども、まあでも反対してるやつら全員殺してしまえばまあ多分大丈夫だと思うので。出た、このクソダセーマーク。超絶世界一ダサいと言われてるこのなんかジェルコのマーク、これをね掲げてね、このマークを掲げてやっていきましょう。いや、ダセーなこのマーク。このマーク異常にダセーよな。誰だよこのマークにしたの。おらおお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 お、すげえな。おい、なんだこれ、どっから撃たれてる。おい、はいはい、いいよ、いい感じ、はい、いい感じ、いい感じ。行きましょう、行きましょう、どんどん殺しましょう、どんどん殺しましょう。人間は敵です、人類の一手。やべ、操作ミスマジで起きるわこれ。操作ミスすぐ起きますねこれ。結構集中しないとダメかもしれない、もしかしたらこれワンミスが死ぬっていうパターンあるから。よっしゃ、刺した、クソダセーマーク刺しただ。行くぞノース、これが俺たちの自由への道だ。さあ今度はコーナーですね。え、見つかってんじゃん、やばくない？お、いいぞ。×丸三角、R1L2。え、天才すぎん、こいつ有能すぎん。今までのアクションシーンがどこへ行ったかっていう超なんかぬるゲーで今解放できたんだけど。おー、アクション要素手抜いたか、ついにここへ来て。同じ顔のやつめっちゃおる。変異させるってどうやってやんのこれ、どこで変異させんの、え、どこで変異させんのこれ。さあとりあえずこいつら全員連れてきゃめちゃめちゃ戦力になるぞ。変異させる、さあ。おい、分かったって言ってんだろこのクズ。おとなしく降伏すればこいつは助けて。すまねえなコナ。え？でもこいつお前に瓜二つでよ。どういうこと？